車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回はトヨタライズガソリン 1.2 リッターを乗って感じたことをまとめてお話ししたいと思います。この車は視聴者さんからお借りした車でした。ありがとうございました。この他に6本の動画にしていますので、コメント欄にライズのプレイリストのリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。では早速良いところから。エンジンが元気、 1.2 リッター NA DOHC エンジンがかなり元気です。街乗りでのパワー不足を感じることが少なかった印象です。レスポンスもよく走れて軽快です。街乗りや峠走行の動画もありますので、よかったら見てみてください。車体が軽い、1トンを切る車重であることから、挙動についても不安があるわけではないですが、走りに寄与しているのではと実際に乗ればわかると思います。ぜひ各のトヨタ販売店で試乗してみてほしいです。ドライバーファーストなインテリアレイアウト、ハンドル周りのボタンやレバー位置、ナビ画面が運転席に向かっていたりと、ドライバーにとって情報がつかみやすく、運転時に操作するために目を動かす回数が他の車よりも少なく感じます。カメラの起動ボタンもハンドルにあり、切り返しやすく、幅寄せや前方の確認に使いやすいと思います。コンパクトカーを作っているダイハツだけあって、ドリンクホルダーの位置もエアコンの前にあることで、冷たい飲み物も温度の維持がしやすいと思いました。気の利いた車だと思います。続いてライズの不満に思ったとこは何でしょうか。アクセルペダルはもう少し大きくしてほしい。元気なエンジンなので、足から伝わるレスポンスの良さがいいだけに、ペダルの接地感に不満がありました。もう一回り大きければフィーリングと走りにリンクした印象が伝わりやすいのではないかと感じました。ここはもったいない印象です。もう一つ、前方視界はいいが側面視界に不安を感じた。左折時に思ったのですが、三角窓がないのはどうしても A ピラー根元が見にくく感じます。 A ピラーが立っているので、どうしても三角窓を確保しにくいかもしれませんが、気になるところです。最後に、4人家族では少し不安がある容量。さすがにこの大きさに万能感を求めるのは改めて考えると酷かなと思います。2人か3人だといいと思いました。家族が4人でもコストコに行った場合、荷物スペースをラゲージだけで確保するかは不安なところがあります。以上となります。実際に乗った上で感じた感想でした。もし乗ったことがある人やオーナーさんで気になることがありましたら、ぜひコメント欄で共有していただけたらと思います。これから購入する人の参考になると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回の動画、楽しんでいただけましたでしょうか。このチャンネルでは車についていろいろと調べているチャンネルです。他にもたくさんの車をこれまでにいろんなところで実際に購入した上でお伝えしております。視聴者さんの方で愛車をお借りさせていただいたら、撮影素材をご提供しますので、よかったら概要欄にあるメールからご連絡ください。新車購入の参考にチャンネル登録、ベルマークを押すと最新の動画が通知されますので見逃しません。グッドボタンを押すと動画があなたのお気に入りに保存され、見返すのに便利。あなたにとって良い相棒が見つかりますように。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。ではバイバイ。